ブロド、または、ボサンスキブロドは、ボスニア・ヘルツェゴビナドボイ地方の町を呼び、それを中心とした、基礎自治体でボスニア・ヘルツェゴビナを構成する二つの構成体の内スルプスカ共和国に属する。サバ川の極流する流域に開けた町で、国境を挟み対岸は、クロアチアの都市スラボンスキブロドと接する。南側は、デルベンタ、東側は、モドリチャ、オジャクト、 それぞれ接する。ボサンスキブロドが初めて文書に記録されたのは1691年にトゥルカブロディエンセス、トゥルスキブロドなどの名称でオスマン帝国が防備のために要塞を設けていた。オーストリア・ハンガリー帝国支配時の1870年頃より現在のボサンスキブロドの名で呼ばれるようになり、1896年から1897年に 鉄道が開業すると工業化が始まった。ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争後は破壊された、市街地や、サバ川に架かる橋などのインフラは復旧されている。1991年時点での基礎自治体全体、の人口は33,962人でそのうち13,993人は、クロアチア人11,389人は、セルビア人4,088人は、 ボシュニャク人3664人はユーゴスラビア人が占めていた。ボサンスキブロード地域の人口は14098人で、どの民族が多数を占めるのかは明らかでないが、最大はセルビア人が4373人を占めついで、クロアチア人が4086人、ユーゴスラビア人が2760人、ボシュニャク人が2246人を占めていると、 示されている。紛争以後、正確な統計がないため各種推計によるが、今日では、ボサンスキーブロドの人口は2万2000人程度とされ、そのうちセルビア人が一番高い割合を占めるとされる。対岸のスラボンスキーブロドより、多くの人が国境を越え日々、ボサンスキーブロドへ安い商品を求めてやってくる。多くの品物が、クロアチア側より割安で手に入るためだが、音楽や、 映画などのソフトの海賊版なども溢れ問題となる面もある。ボサンスキブロドには大規模な声優書も立地する。声優書は2009年に修理が完了し900人の従業員の雇用が再開された。ベレクトでボズニーンボフトラグトンでバンズ。ありがとうございます。